皆さんこんにちは、オーシャン東京オーバーのハッサクです。本日の動画はですね、なんとなんと僕自身も初なのですが、僕のね一日に完全密着という動画でして、冒頭で僕の寝起きシーンが流れたんですけれども、朝のねこの寝起きから始まって、ただいま今8時ちょっと過ぎのになるんですけれども、ここから僕が朝どういうね家でどういうことをして家を出て、で、まあ、実際にねお店に出勤して、どういう営業を送って、営業終わりどんな練習をして、どうやって SNS を動かしているのかということをね、全て事細かく皆様にお届けできればなと、思っております。僕自身ちょっとこう24時間密着をされるということが初めてでして、正直ちょっと緊張してるんですけども、まあ何か皆様に感じていただけるような動画になればなと思っておりますので、ぜひとも最後までご視聴よろしくお願いいたします。ということでね、最初僕の、お家で朝毎日何をしているかという、まあモーニングルーティンじゃないんですけれども、まあそういうのをね一回見ていただければなと思うので、まあ、それではね、朝ごはんを食べていきたいと思います。はい、ということで僕はねいつもこの食卓で朝ごはん食べてるんですけど、僕結構家でしっかり朝ごはんを食べる派でして、じゃないとちょっとね起きないんですよね。うまっ、はちゃめちゃうまい、めちゃくちゃうまい、マジで好感度上げようとか思ってないですよ。僕ちゃんと後で食器自分で洗うんで、別にそんな好感度なんで、いやまさかこう撮ってると思わなかったな。びっくりしたびっくりした、朝からやめてくださいよ、ちょっと僕のこういう真面目な一面ぶつの、本当にちゃんとね僕やるんですよ。やるでしょ、やっぱね朝からね余裕のあるね朝送ることでやっぱり仕事のパフォーマンスも上がるんだよ。こうやって洗い物したり、ゆっくり朝ごはん食べたりする時間も含めてこう起きる、そこの余裕を持って起きることで仕事もね心に余裕が持てるんじゃない、やっぱその仕事のねパフォーマンスにも繋がってくるんじゃないかな。まあこれよくねオーバーの代表の皆様ご存知アルミヤ雄三代表がね、うちのボスですね、言うんですけど、やっぱりこう余裕のある仕事をしようっていう、まあ、僕ね待ち受け画面にもね書いてあるんですけど、心に余裕を持とうっていう、やっぱその私生活の余裕、例えばやっぱ朝ギリギリで起きてね、やばい世話しないな、バタバタバタってして胸口ぐちゃぐちゃでこう家を出る、それって朝から結局一日の始まりから焦っちゃってるから、結局仕事もね、例えばこのお客様は何時に返そうか、返しそうとか、この施術を何時まで終わらせて、次僕はどこに行こう、どこの施術に回ろうとか、まあ、そういうね、計算ができないと、心に余裕がないと。だから、常に朝もね、朝バタバタしないために何時に起きて、この時間で朝ごはんを食べて、洗い物をして、で歯磨き、顔を洗って、で服を選んで、でちょっとこ余裕をね、もっと携帯とか SNS をチェックしてから家を出るのを想定して、前日にじゃあ明日何時に起きようかなって決めとくことで、仕事のね、パフォーマンスもね、上げて、心に余裕を持った仕事ができるので、やっぱね、僕、アメさんから聞いてね、やっぱ思うんですけど、まあ、余裕がない男はちょっとかっこ悪いなと。次は洗顔です。僕はいつもねこのミニーちゃんの昔買ったキンキンに冷えた水、よしよし好き。はい、ということで、まあ、とりあえずねパパッと着替え完了、着替えて家を出る前なんですけども、僕は必ずねこの香水を振ります。でも結構香水をね聞かれることが多くて、ちょ結構まあ、非公開にしてたんですけども、まあ、この際なんで、はい、ちょっと、まあ、教えたいなと。教えたいなんで、まあ、上からになっちゃうんですけど、僕はこの、ルラボっていうところの、アナザー13っていうこれを、使ってます。まあ、代官山にショップがあるんですけど、すごい人気で、僕も昔、友達からこう教えてもらって、まあ、使い始めたんですけど、マジでいい匂いで、これをね、耳にこう、かけて、もうめちゃくちゃ匂い持ちもいいんで、これをつけて毎朝出ます。やっぱ香水ってね気分が
本当にこう上がるんで、もうお客様からもマジでいい匂いですねとかめちゃくちゃ言われるんですよ。なんでやっぱそう言われると嬉しいし、やっぱこう、まあ、さっきも言ったんですけど接客業なんで、やっぱそういうところってすごいこう気を使わないといけない部分だなって、まあ、プロとしてねそこは最低限思います。でそして、まあ、僕いつもこれブレスレットつけてるんですけど、これつけて、これはね昔友達からもらったんですけど結構いいやつで、まあ、ベドウィンっていうところなんですけど結構重厚感あっていいです。でこれも昔友人からもらったこうヴィンテージのリング、これをつけて、で僕サングラスもちょっと気分を上げるためにねつけます。でつけて鍵持って、これでねいつものサクサクさん完成ですよ。こっからね、お家を飛び出して職場に向かっていきたいと思います。どうす、お願いします。僕の友達の、まあ、あのミンクスの花岡龍斗くんのインスタのフォロワーがどれぐらい伸びてるかっていうのを、まあ、チェックします。いや 3.2 万人で止まってますね。まあ、あとは今日あげる TikTok の内容とか考えたりしますね。夜のカップレンのこととか。僕手拭き係です。すいません。あ、いぶきちゃん、これいぶきちゃんと毎朝2人で絞ってます。2人でね365日毎日やってますよ。まあ、タオルを絞る意気込みは気持ちを込める。俺昨日はあれか朝から何したっけな。まあ、でもそんな大したことしてないんだけどね。大した、メガネ買った。メガネ買ったわ。仕事のクオリティ、やっぱクオリティを上げるために、ね。まあ、特に2年目の子たちは、まあ、自分が仕事抱えるっていう、まあ、方だとピピはそういう自覚でやってください。あ、今日もいい形で終わって明日いい形でスタートできるようにおのおのが準備できるようにしてください。はい、はい、他なんかある人大丈夫です。はい、今日もお願いします。ありがとうございます。これが新事務所ですか。うん、はい、いつもより返事いいっすわ。はい変わんないです変わってないです。変わってないです。僕がオーシャンを選んだ理由は、まあ、高校の時からまあ存在は知ってたんですけど、まあ、周りの友達が行ってる中で、まあ、僕ちょっと系統が違うなと思って、まあ、行かなかったというか王道タバカンな感じじゃなかったんで、僕はどっちかというとずっとヒサロ行ってなんかこうツヤのトゲトゲみたいな感じだったんで違うなと思ってたんですけども、専門学校入って周りでオーシャン行ってる友達ばっかりで、でちょっと勧められたっていうのもあって、まあ、初めて行ったのが1年生専門学校1年生の6月だったんですけど、まあ、それがきっかけで、まあ、なんかこう単純にここで働きたいというかこの人たちと、まあ、ここで働きたいっていうスタイルとかそういうのに引き付けられたっていうよりかは、本当に人にスタッフの皆さんに引き付けられて、まあ入りたいと思ったのが、まあ、理由ですね、うん。これからねお客さんのセットがあるんで今待機します。じゃあデートってなったら、あーなるほどこういう感じかとか、あんまりこうツヤツヤしいな、あんま女の子好きじゃないからちょっとグリース系じゃなくてワックス系で行こうとか、それがもし男の子と会うってなったら僕結構グリース系とかで行くかもしれないですけど、彼女なんでちょっとやっぱりこう中性的な方に寄せるじゃないですけど、とか、まあ、こう店を出た後のことはやっぱすごい気にしますね。スタイリングがフィニッシュワークは特に。同期のえのきです。えのきと申します。えのきです。同期です。はい、今から、ね、波巻きっていうファンを巻いていきますね。で、どんな感じ。こうね、2人の意見をこう共有するんですよ。あのお客様とこう私の意見を共有して、あ、なるほど。考えるな、卸しもできるし、かき揚げもできるし、センターバッグ。まあ、万能、どっちなん。ダグビーいただいて。業者巻いていくよ。
オーシャン東京で働いてよかったと思うことは、他の美容室僕見てないんでわからないんですけど、やっぱこう中東で入ってきた方々から聞くのは、やっぱりこんなにお客様が入ってるのは当たり前じゃないっていうところで、まあこう僕たちサロンワークを日々やってると、やっぱたくさんのお客様が来るのが当たり前ってこう勘違いしてしまいがちなんですけど、やっぱり一人一人お金と時間をかけてこう来てくれてるお客様っていうのは当たり前じゃないので、本当にこうありがたいことにたくさんのお客様に毎日毎日関わることができているのは本当にこう幸せだなって思うのと、オーシャン東京やっぱレベルが、技術のレベルも男としてのこうスタッフ、まあ女性もいるんですけど、人としてのレベルもこうすごく高い美容室だと思うので、そういう中でこう高い技術とこう高い人間性っていうのは、なんかこう1年目の頃から学ばせてもらったなっていうのはすごくあるので、やっぱレベルが高い分こう、まあ、求められるものも大きいですけど、まあ、結局長い目で見た時にそのレベルが高いものってやっぱ自分の人生においてやっぱ得でしかないので、そうですね、毎日が刺激的っていうのが一番ですね。はい、どう前髪のランダムかとか、自分目が悪いんであんま見えてない。あ、本当？メガネかける、ちょっと待って、働いてて一番楽しいことは人と話すのがすごく大好きなので、なんかこう結構アシスタント指名を多く、まあ、いただくんですけど、こう自分の接客とか自分の技術っていうのを、まあ、毎日が一発一発勝負なんで、自分の接客も自分の技術も日々こう磨いていかなくちゃいけないと思うんですけど、美容師で、まあ、そこに関してはこうゴールはないし終わりはないんで、常にこう上手くなりたいと思わないといけないし、常にこう相手のことを考えて接客しないといけないしっていうことに対して終わりはないんですけど、やっぱ目の前で肌でこう感じるお客さんの喜んでる姿とかっていうのを、まあ、目の前ですぐこう感じられるというか、それが一番嬉しい、でも楽しいというか、なんかこう、まあ、やっててよかったなって思うことというか、美容師って刃物を持つ、まあ、医者と同じぐらい僕は重みがある職業だと思ってるんですけど、その刃物を使って、まあ、いろんな薬剤とかを使って、まあ、お客様に施術をする中でこうまた来たいとか思ってもらえたり、1ヶ月後また来てもらえたりした瞬間っていうのが、やっぱりこうやっててよかったなと思う瞬間ですね。だから努力できるというか、めげずに頑張れるところでありますね。はい、僕のビッグです。妻健くんのクランプです。これ僕は白の長いダックを11本持ってます。本当は6本でね、1組してたんですけどね、1本なくしちゃって、ベースが銀で金届くんですけど、セニングが金です。30%アルファシザーなんです。こっちネットワークのベース、結構長い方です。僕手で大きいんで、月1回デビュー前組は月の最終週かなとか1個前の週に合同カットチェック会っていうのがあって、そこでアメさんだったり全スタイリストの人に見てもらえるチェック会があるんですけど、それに向けて、まあ、課題スタイルがあるんで、そのスタイルを、まあ、切るっていう感じですね。70.5分、ちなみに前回僕は57点、58点からですね。はい、まあ、営業終わってね、はい、まあ、練習会も、まあ、10時までなんですよ、オーシャンはね。8時営業終わって、今日何時から練習？8時35分から35分から、修練やって、まあ、今まで何の練習してるの？今はパーマの練習、パーマの練習して、僕カットの練習して終わって、まあ、10時になったんで、ここからちょっと僕たちね、オーシャンの時オーバーの TikTok をね、動かしてるんですけど、まあ、今だいたいフォロワーが26,500人ぐらい、このね、僕ら2日に1回ね、ちゃんと更新しないといけないんで、はい、僕の相方のまだ19歳、ニワピクです。お願いします。今日はどんな風にこの TikTok を撮ってるか、ちょっとこれ僕たちの世界に、ね、入ってやっていきたいと思います。はい、今ね、コンテンツをどういくかをね、練り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 中ですね。
ったからタン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 、あ、なんて言ったかな、みんなで、みんなで彼女を作れと、タン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 、これね、本当に大人気の決め台詞がありまして、それが最後に出てくるんで、いきます、はい、なんて言ったでしょうか、めちゃイケメンでしょ、ブブー、正解はハセタクブスだよ、うん、やんぞ、フィニッシュは、ピピが、高木さん、ニャッピニャッピ、はい、はい、佐々木さん、俺デビューしたら高木さんに髪切ってもらいてんだよな。どんな感じにしたいんですか。めちゃくちゃバッサリ切って超イケてる感じにしたいんだよ。なるほど、ちょっとニャッピからも高木さんにお願いしてみてよ。高木さん、こんなどうしようもないうちの発作ですが、コムドットの皆さんみたいにかっこよくしてあげてください。うん、やんぞ。お前結構本番強いな。お前めちゃくちゃ本番強いな。はい、ということで、まあね、練習も TikTok も撮り終えたんで、いつも僕あのえのきと二人で帰ってるんですけど、まあ今日も仲良く帰ろうかなと。疲れすぎやろ、疲れすぎやろ。はい、無事帰宅してですね、ご飯食べて練習の復習をして、まあ、SNS いじったりして、お風呂に入って、今やっと、寝る前の時間でございます。時刻はもう4時を過ぎてますね。はい、今日も仕事です。僕の青春や今、まあ、美容師になってもね、こう本当にベルで学んでよかったなと思うぐらい、本当にねベルっていい学校です。先生も親身だし、業界も近いし、本当にね審査員とかコンテストとかの審査員とかもそうなんですけど、こんな豪華な人来るんだって思うぐらいだし、やっぱりこうね、美容師になって分かりますね、ベルデの経験が生かされてるなというか、本当にこう美容師としても人としても大切なことっていうのをねたくさん教えてくれる学校なので、本当に僕はベレー僕を選んでよかったなと心から、思ってます。原宿ベルの卒業生がこんなにスターになれるぞというのをね、僕もまだまだこれからたくさん結果を出して、僕の生き方でそこをね証明していければなと思ってます、本気で。まあ、将来は必ずこの時代を、まあ、業界だけに限らず時代をね背負って立つような、そんな男に、カリスマな男になるので、皆様本当にこれからも応援よろしくお願いします。マジで楽しみにしててください。長くなってしまったんですけど、すいません、口下手で。これにて僕の、密着を終了とさせていただきます。これからも応援よろしくお願いします。ぜひぜひ、インスタグラム等のね王のフォローもよろしくお願いいたします。ということで皆様本当にありがとうございました。また。